皆さんこんにちは、柚月史郎です。はい、今回も妖怪ウォッチバスターズやっていきたいと思います。早速ブリー隊長が何か言ってるな。出動するミッションを選ぶんだ。今回もストーリー、これだ、新しいやつ。目的、依頼者の落とし物を3個探し出そう。はい、出動する妖怪が4匹。あ、ちょっと待って、ここでさ選べないな、これ。ちょっと待って、ちょっと非常に段取りが悪いですがね。先輩不足やぞこれ。ちょっと待って、出動する妖怪をな、ひもじいになってるな。これを入れ替えよう。ひもじいよね。無理壁と、あとは砂を、レベル上げたからね。よし、これで行ってみよう。よし、もう一度。よし、早速ね、早速というか2回目だけど、これだね、依頼者の落とし物を探せと。よし、バスターズ出動。あ、みんな降りてきてる、4人とも。ミッションスタート。最後は実践ミッション。依頼者が探している3個の落とし物を回収。落としすぎじゃない？そうだね。本体の場所は分かってる。下画面のマップにマークをつけといたと。あ、親切だ。それなら楽そうだね。果たしてそうかな。ではミッション開始だ。という感じでね。これか、落とし物。あ、でもさ、鬼玉も欲しいんだ。あれ何？何？大丈夫大丈夫。鬼じゃないよ。みんなでね、やろう。鬼玉もさ、ついでに取りに行こうよ、みんなで。ん？大事なこと言い忘れた？今回は嫌な取り付きを使う敵が多い。取り付きは敵や味方にいろいろな効果を与えるタイプの技。いい取り付きは仲間がパワーアップ、ヒーラーが覚えてることが多いぞ。悪い取り付きは相手がパワーダウン、こっちはレンジャーの得意技だ。取り付きは時間が経つと元に戻るが、使いこなせば強力だぞ。だが敵が使ってくると厄介だ。対策を考える必要があるなと。取り付きの強さを理解して賢くかっこよく戦えよ。ということでね、取り付きはちょっと厄介そうだね。攻撃をひたすら極めるのもいいと。大事なのは信じた道を突き進むことだとね。ブリ隊長熱く語っておりますな。まあいいや、まあいい、行こう行こう。俺のままちょっとちょりちょりと取りつつ行こう。大丈夫だよ、みんな無理じゃない。行くよ、やるぞ。まだいる？ああ、セミみたいなやつがいたんですね。この先に鬼玉もあるし、下の方に落とし物もあった。よし、取りつつ行くにゃ、行くにゃ。急にこれジバニャの言葉が出た。行くぞ。にゃーって言ってかわいい、ジバニャ。行くぞ、この先だ、この先だ。ここに落とし物が。今日はもう一個だね。セミみたいなやつがいるんだけど、どこかな、こっちにいるかな。何もない、敵もいないぞ。この上らへんとか。あ、敵だ、何この敵、黒いんだが。
不気味なかけらか、うんうん、あ、あそこにハテナあるじゃん。あれアイテムだったかな、ハテナは。これこれ、あ、おにぎり。あ、よかった、取れた取れた。この先だ。びっくりマークもあるよ、あそこ。あれ、落とし物かな。よしよし、行くぞ。玉もゲットや。あー、ジバに足遅くなってる。取り付きかな。うん、厄介だな。最初に落とし玉じゃない、違う違う、落とし物取る前に鬼玉を取って、それからちょっとこれですな。よっしゃ、3個目の落とし玉発見、すべて回収できた。いや、こんなミッション俺っちにかかれば。あら、これコマさんじゃない、誰か助けを呼んでいる。クマさんや。トラブル発生かついてないねと。緊急指令だ、あの妖怪を助けろ。場所は北の小学校です、急いでください。小学校がどこかな。まあまあ行ってみましょう、行ってみましょう。よし、クマさん、クマさん、こっちだったよね、小学校。あ、そこだ、小学校。よしよし、このまままっすぐや。行くぞ、みんな行くぞ。よっしゃ、鬼玉もちまちまとゲットしております。ここじゃなかった、小学校。え、クマさんはいないの。北の小学校って出てたんだけど、おかしいな、ここじゃないのか。特に何も表示されてないね。家の方か、ちょっと待って。よいしょ。クマさんを助けて。友達チャンス。来た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 。はい、で、よし、で、オッケーやろこれ。お、妖怪メダルゲット。やった。イガイガグリがね、ゲットできましたよ。あ、いたいた、この先だ。こっちだこっちだ。でもちょっと待って、あ、梅おにぎりとかがあるんだ、先に。あ、ちょっと待ってね。あ、ボスも来てる？ちょっと待って。あ、先にこれ取りたい。ちょっと。これだね。ごめんごめん。お待たせお待たせ。え、どうしたの？痛い？救助ターゲット発見。一方的にやられてるぞ。まあやり返さない方もダメなんだけどねーと、ハブキちゃん。弱い妖怪を守るのもバスターズの使命だ。お前ら、あの妖怪を、あの妖怪を襲ってるやつを助けろ。倒せとか？よいしょ。行くぜ。大丈夫か？行くぞ行くぞ。あ、鬼玉、鬼玉。なんだこれ、キュン太郎、かわいい名前。モレゾー、なんだこれ、ちょっと変な名前だね。あ、モレゾー、しぶといな。てい、え、助けたか。3匹ぐらいいたんだな、結構いたね。うん、隠れてない、出てきないよと。大丈夫だよ。もう大丈夫ずらか。コマさん、うん、ありがとうずら。いいよいいよ、それを言われると気持ちいいもんだにゃんと。あ、ビルの住所送ったから俺とかはそこにね。いつの間に。そうね、確かに回る展開、改めて合格だと。うん、つまでて、さあ出動だ、脱出だか。またずらーって言ってる。ドキドキ。よっしゃ、やるぜ。
お、アイテムゲット。ふすままで遠いな。このまま敵を倒そう。うん、やるぞ。こっちの方か。どこだ、ふすま。全然見当たらない。今回広いね、マップが。よしよし、いましたか。結構遠いね。ガスレンボ、うん、ここアイテム拾ってるね。あ、ただふすま発見だぞ。今まであと少しだ。脱出まだがミッションだと。ここまで来たらもう安心です。もうここにアオレッジの敵なんかいないにゃんって。それなんだけどさ、ほら何か聞こえない？何かいるのかな。え、やばいやつや。何これ、赤鬼。そのままやん。うん、後ろやん。面白いのあるやん。あ、赤鬼だにゃんって言ってる。この時間に救う巨悪なビッグボスだ。勝てっこないですよ。まだ勝てないのかな。成長したお前らならやり合えるかもしれん。今こそ必殺技を使う時だ。必殺技なんてあるんですか。敵を攻撃したりダメージを受けたりすると陽気ゲージが溜まっていく。陽気ゲージがいっぱいになれば必殺技の準備は完了だ。下画面の必殺ボタンをタッチすると必殺技が発動するぞ。必殺技は妖怪によって違うが、どれも超強力だ。ガンガン使おうぜ。あ、マジ？これゲージ溜まってる？オッケーオッケー、必殺技やってみるにゃ。あ、これか、必殺炸裂肉球だ。え、でも全然さ、全然これ、チェンジチェンジチェンジ、使え使え使え、みんな使え。キコーマリの歌なのこっちゃ。え、砂を砂砂砂ひたつわだ。勝てるわけない、勝てない。もう一回大丈夫か。もう一回は死にそう。まだまだ大丈夫だ。もう一回ゴーゴーゴー。大丈夫か。死ぬぞみんな。積んでるじゃん。大丈夫か。とんでもない力だよこれ。みんなもう諦めているな。おそらくそうだろうと思ってはいたが、やはりダメだったか。ダメだったんじゃん。やっぱりやっぱレベル足りないね。もっと撤退か。もっとレベル上げてこないと無理だよね。逃げろみんな、行くぞ。逃げろ逃げろ逃げろ。丸壁になってる。ジバニ、あ、でもこっちにさ、あれがある。これ取ってからでいいかな。よしよしよし。来てる。あぶねえ、あいつなんてやつだ。逃げるぞ。
それにしても赤鬼めちゃくちゃ強かったな。もっとレベル上げないと倒せないね。さてとりあえず今回のミッションはクリア。うん、脱出。うん、あ、結構貯めたね鬼玉。お宝発表。さあ何かな。お、これは力のお札が手に入ったの。ラッキーよ。あとはかけら系が多いね。うん、よし。そうだ、新しい仲間が入ったんだ。これイガイガグリ。うん、レンジャーなんだね。お、2つ目。早くみんなを呼んで。はいはい。あー、ダメダメ、今それどころじゃないだろうし。ジバニャンたちはニャーキービーのライブ中何盛り上がってるニャーンってメールが送られてきたし、あのジバ野郎落ち込んでたんじゃないんかいってね。よかったズラ、とコマさん喜んで、思いのほかタフな根性してやがる。代替のある連中だ、面白くなってきたな。次回の妖怪ウォッチバスターズは大変にゃん、だんだん坂がコミ君だらけにゃん。まあまあまあ、匂いますね。ウィスパー、そんなに臭いならお風呂に入ってきたらどうにゃん。その匂いじゃなくて事件の匂いがする。